持ち悪いやつなのよ。あんな顔して一日中女の子ばっかり見てるのよ。そうそう、君は僕を愛しているだなんて迫ってくるしさ。ほんと不気味なやつだから。武器田、本名は木田文雄だけど、あいつは武器田。武器田に好きになられたら人生終わりよ。僕の永遠の恋人なんだね。あIn America, he was full of laughter and fun and always fond of little jokes. One day, his aunt said to him, "Hey boy, I want you to paint the fence in front of the house.It's quite dirty, and it needs a new coat of paint. Mitsuketayo. So na no yo. So shitara me to me ga atchatte sa. Demo kowai mono mita sa っていうのか、ついついあいつのこと見ちゃうのよね。うんうん、わかるわかる、その気持ち。それじゃあね、マツコ。バイ。さよなら。バイ。あら。あら、四つ葉のクローバー。珍しい。僕、マツコさんのために一生懸命集めたんだ。武器田？困るのよね、こんなことされちゃ。なんなのよこれ、四つ葉のクローバーなんて最悪。嘘だ嘘だ、マツコさんは自分の心に嘘ついてる。本当はこの僕を好きなくせに。何バカなこと言ってんのよ。私があんたみたいに不潔っぽいやつ好きになるわけないじゃない。じゃあ清潔にすればいいんだね。そういうことじゃなくて。これが僕の愛の証。それを僕だと思ってずっと大切に持ってて。忘れないで、マツコさん。僕は死んでも君を愛し続けると。何言ってんのあいつ。これ待ちなさいよ。あ、さっき落とした時。事故だぞ。拷問のお前らしいぞ。武器田だ！武器田がトラックに巻き込まれたぞ！頭が割れてすげえぞ！こう言っちゃなんだけどさ、武器田が死んでくれてせいせいしたわ。こんなものプレゼントして。だろう、マツコさん。ああ！
たの。マツコさん、僕は死んでも君を愛し続けるって。来ないでよ。たとえあなたがどんなにかっこよくても死んだ人間を愛せるわけがないのよ。それを僕だと思って。嘘だ、マツコさん、君は僕を愛してるんだ、マツコさん。見つけたんだ。私は生きた人間だ。僕の永遠の恋人を好きなのよ。マツコ。私の前に現れない。マツコさん、君が呪文をかけてくれたおかげだよ。生きた人間が好きだって、マツコさんの愛で僕生き返ったんだ。死んでしまったの、なぜ。すみません、こっちにハンカチ飛んできませんでしたか。あのレースのとっても可愛いハンカチなんですけど。すみません、うっかり使ってしまって。鼻水でベトベト。そのまま使ってください。よかったら。それじゃあ。チョーコ、見つかった？ううん、もういいの。チョーコさん、見つけたよ。女の子はみんな気まぐれな蝶なんだ。ちょっと目を離すとすぐに飛んでってしまう。だから蝶子ってば、男っていうと誰でも愛想いいけど、いい加減にしないとひどい目に遭うよ。だって、ついっていうかさ。じゃ、ここでね。ちょっと蝶子。カゴの中に閉じ込められて。どうして。
無理もないよ。もう一週間以上も眠ったままだったんだから。一週間って。さあ、温かな食事をして元気を出して、チョーコさん。食事？来た！やめてよ！私に近寄らないで！チョーコさん！そんな顔をするの？ お願い、私を家に返して。どうして、どうして、あんなに優しい笑顔を僕にくれたのに。それは僕を愛してくれたんじゃなかったの？愛？誰があんたなんだ。チョコさん、どうして、こんなひどいこと。同じ。どんなに僕が愛しても気まぐれにすぐ飛び去ってしまう。だからカゴの中に入れておいたのに。だから行けないんだ。ここは、逃げなきゃ。体が動かない。壁に止められて、まるで今の私みたいに。あれは私の蝶の髪飾り。あの蝶は私。逃げるのよ、ここから。逃げるのよ、武器だから。だから守ってあげたかったのに。なのにどうして、チョコさん。私はチョウ。私はどこへでも飛んで行ける。どうして受け取ってくれないんだ。
僕の愛を。どうしてなんだ。自画像しか描かないのかい。君には他人を愛せないってことなのかい。それどういうこと。あのものを愛せない、そんな情熱のない絵が人を感動させられるだろうか。失礼ね。私の絵に対する情熱を知りもしないくせに、あんたこそ何をいきなり。君にも他人を愛せるっていうのかい。あ、愛せるわ、絵の中なら。それが絵のモチーフであるなら。それがたとえそれが僕でもかい。武器だ。もちろんよ。気分転換に外で描いてくるわ。忘れないで、絵の中の僕なら愛せるって言ったことを。あのまま二人で部屋にいたら何されるか分かったもんじゃないわ。絵への情熱ならあるけど、愛なんか誰が。リサさん、動かないで、うまく描けないから。ブキタ、ここどうして私。どうしてって、ここは僕の絵の中だからさ。僕の絵の中の君だからさ。僕が魂を込めて描いた絵の中の君。まさか知らなかったのかい。魂のある芸術は現実を引き寄せるって。そして僕は君との愛を描き続ける。あ、絵の中で君と僕が結ばれるまで。いやリサさん、何を。教えてあげるわ、憎しみも情熱になるってこと。どうして。絵の通りに、切り裂いた絵の通りに。私の絵が現実に、こんなことって。芸術家ってのは情熱がありすぎて。離して離してよ。すぐにカッとなるのが欠点だね。Ah!
ね。リサさん。リサさん。続きを書こう。私のせいじゃない。絵のせいよ。でも絵が現実を呼び寄せるなんて。二人の愛の姿を絵の中に。いやよ。あなたとの愛を書くくらいなら、私は永遠に一人で生きていくわ。永遠にあんたがその来れない場所で、永遠に私だけの場所で。これが僕。君はもう僕の手の届かないところへ行ってしまったんだね。永遠に手の届かないところへ。君が最後まで僕を描いてくれたおかげで僕はこうして生き返ったのに、リサさん。君はもう僕の絵を描くこともできない場所に行ってしまったんだね。そう絵にすることによって。何でもないことでも怖いと思うようになると、そこにはすでに魔物が存在するのです。魔物は小さな心の隙間を狙って閉めておけばよかった。ちゃんと片付けて閉めなきゃ。それから魔物はずっとそこに住み着いているのです。うわっ、なぜなんだ。どうしてみんな僕を愛してくれない。どうして僕の愛を受け入れてくれない。そうだ、きっと愛が足らなかったんだ、僕の愛が。ゆめ子ってほんと絵描くのうまいんだ。うまいね。私こういう風に漫画描いてる時が一番楽しいんだ。だって漫画の中の男の子は、あ、やーい、漫画の男に恋するなんてメガネ変えた方がいいんじゃないの。返して。それがないと私何も見えないのよ。やーい、撮ってみろよ。俺のせいじゃないからな。そいつが悪いんだからな。そいつが。
から、だからユミコ男の子って大嫌いなの。乱暴で、意地悪で、無神経だし。柳瀬くんなんて、大嫌いよ。これを、大丈夫ですか？あなたは？僕は、キタ、いや、ブキタとでも呼んでください。ブキタくん？面白いあだ名ね。見つけたよ。私はユメコ。ありがとう。いつも通る道だけど、なんか別世界みたい。私、メガネないと何にも見えないから。かけたら君はがっかりするね。そんなことない。そんなこと、ゆめこさん、だって私にはわかるの、あなたの本当の優しさが。でも、もしあなたがメガネをかけない方がいいっていうのなら、私知ってますか？え？近視の人の目ってとっても綺麗だってこと。どうしたの、ブキタ君。ユメコ最近ブキタとよく一緒にいるみたいだけどさ。私、あいつのクラスに聞いたんだけどさ、あのブキタに関わった女の子はみんな死んでるって噂よ。ひどい。どうしてそんなこと言うの？ユメコ、早くメガネ直した方がいいよ。そうだよ、ちゃんとあいつの顔見れば。あの人のことそんな風に言わないで。あの人は、ユメコ、ユメコ、嘘よ、みんな嘘つき。ブキタ君のことあんな風に。ユメコさん、ユメコさん、ブキタ君、やっと見つけた、私の王子様。危ないよ、走ったら。ブキタ君、私もう嫌。こんな世界、もう痛くない。私、ユメコさん、君が望むなら僕は君の格縁になるよ。君が望むなら僕は今すぐ君を夢の世界に連れてってあげる。ユメコ、ユメコ、
そこにいるのは夢子か。あ、漫画。夢子、一体こんなところで何を。ここは誰にも邪魔されない二人だけの世界さ。武器太くんは私が思っていた通りの姿なのね。そうだよ、ゆめこさん。君が望めばどんな姿にだってなれるんだ。ゆめこさん、僕は見つけたんだ、本当の恋人を。どうしたのゆめこさん。どうしたのゆめこさん。目が、私の目が、はあ、私、吹きたく、見るな、ゆめ子、目を覚ませ。ほら、メガネだ。これで現実を見るんだ。現実を。そうだ、ほら、俺が壊しちゃったメガネだよ。やっと直してもらったんだよ、ゆめ子。僕たちに構わんじゃない。ブキタ、僕とゆめ子さんの愛を邪魔するやつは許さない。何がゆめ子との愛だ。お前なんかにゆめ子を渡すか。俺たちの愛の邪魔をする権利があるのか。俺だってゆめ子が、ゆめ子のことが好きなんだ。そうだ、ずっと俺はゆめ子のことが好きだったんだ。好きだと。いつもゆめ子さんをいじめていたお前が好きだと。好きだから俺は。それがお前のゆめ子さんへの愛か。そんな愛で心が埋まるものか。僕にはゆめ子さんの愛が必要なんだ。この心を埋めてくれる愛が必要なんだ。何、お前一体。僕にはこの空っぽの心を埋めてくれる愛が必要なんだよ。この穴の開いた心を埋める。どうしたの？私を一人にしないで、お願い。あ、振り向かないで、ゆめ子さん。え？ゆめ子さん、僕を愛しているよね、今も。痛いわ、武器太くん。僕を愛してると言ってくれ。僕だけを愛していると。もちろん愛しているわ、ブキタ君がどんな姿をしていても。ゆめ子さん、あなたへの愛は変わらない。あの時からずっと。あの時。そう。あの時から私の愛は変わらない。違う。え、柳瀬くん。あれは柳瀬くん。僕じゃない、僕じゃなかったんだ。梅子さんの心、最初からあいつのものだったんだ。ブキタ君、早く行け。今度はあいつのところへ。僕の気の変わらないうち。
返してやる。やなせくん、もう終わったのよ。終わった？もう何もかも、みんな。みんな、あいつは、ブキタはどこへ？あいつは？いなかったのよ。え？最初からいなかったのよ。ブキタくんなんて、最初からどこにもいなかったのよ。あの人。夢か。どこにいるんだ、この僕の心の穴を埋めてくれる恋人。見せるさ、僕の永遠の恋人。皆さんに転入生を紹介します。さあ早くいらっしゃいな。はい。木田文雄です。どうぞブキタと呼んでください。